緑と都市が調和し、伝統と未来が融合した魅力的な街。住んでいる皆さんにとって愛着のある街を未来につなげたい。2022年、麻生区は区政40周年を迎えました。川崎市に麻生区が誕生したのが1982年。多摩区の分区として人口およそ9万6千人でスタートしました。麻生という名は8世紀頃から朝廷への貢ぎ物だった麻布の原料である麻を広く生産した地であったことによると伝えられています。この年の10月には第1回目となる麻生区民祭りが開催、新百合ヶ丘駅で盛大に行われました。1985年、麻生区役所の隣に麻生文化センターがオープン。さまざまな催し物が行える多目的ホールで図書館も併設されています。1986年、麻生スポーツセンターがオープン。麻生区にスポーツ振興の拠点が誕生します。1990年、大善寺に余熱利用施設ヨネッティ大善寺がオープン。ゴミ処理場の余熱を有効利用し、温水プールやトレーニングルームなどに活用しています。またこの年、新百合ヶ丘に小田急アコルデ横浜銀行がオープンしました。1991年、柿尾小学校の黒川分校が黒川青少年野外活動センターとして発足。アウトドア活動や里山体験など自然を満喫できる施設です。1993年、麻生区のシンボルマークが制定。昔この地域で多く採れたという麻の実をモチーフに麻生の絵を入れ込んだデザインとなっています。1997年、新百合ヶ丘にホテル森の新百合ヶ丘、オーパ、そして小田急アコルデ北館がオープン。新百合ヶ丘駅周辺がますます便利に。2004年、小田急多摩線春日野駅が開業。ユニバーサルデザインに配慮した設計で風力と太陽光のハイブリッド発電設備を導入しています。2007年、川崎市アートセンターがオープン。芸術の街の中心地として期待されています。2008年、セレサモスが黒川にオープン。川崎市内初の大型ファーマーズマーケットで新鮮で安全安心な地場産の農畜産物川崎育ちを販売しており、区内外から大勢の来店者が訪れています。2010年、知って黒川線第3期区間が開通。この開通で川崎市の南部と北部が一本の道路でつながり、交通の利便性がさらに向上しました。2012年、麻生区のシンボルとして区の花を山百合、区の木を善治丸柿に制定。30周年記念事業の一環として一般公募で決められました。麻生区は区民の皆さんを中心とした活動を通じ、自然と文化芸術が融合する街を目指してきました。そして区政誕生から40周年を迎え、2022年5月24日には麻生区を語る座談会を実施しました。今でも緑豊かで安全安心な麻生区と言われているんですけれども、
これから10年経ってもですね、ますます緑ももっと豊かに、で安全安心な町が続いてほしいなと思ってます。麻生区はこの40年間区民の皆様の力によって着実に発展を遂げてまいりました。10年後20年後も選ばれ続ける魅力あふれる町麻生区であるように区民の皆様とチャレンジしてまいります。緑と都市が調和し、伝統と未来が融合した魅力的な町麻生区。これからも区民の皆様と共により良い未来に向かって歩み続けます。朝起きて爽やかな風が吹いてるから好きだなって思いました。海が少ない綺麗な町です。ペットに優しい町になってください。朝顔が川蝉がもっと住めるような綺麗な川にしていただきます。